鈴木株式会社は、静岡県浜松市に本社を置く日本の大手自動車、及び二輪車メーカーである。四輪車の世界販売台数は第10位、国内販売台数は第3位、二輪車の世界販売台数は第8位、国内販売台数は第3位、仙台駅では販売台数世界第3位である。トピックスラージ70の構成銘柄。 大工から身を起こした鈴木道夫により、1909年に食器メーカー、鈴木式食器製作所として創業。当初の木製食器からの地には、金属製自動食器の生産へ移行し、企業規模を拡大するとともに、精密機械の加工ノウハウを蓄積した。しかし、近代化された力食器は一旦織物工場に納入されると、 長年の稼働が可能な耐久商品で、代替需要が小さく、将来の販路法案が予見されたことから、機械技術を生かした多角化策として、早くから自動車産業への進出検討を始めていた。本格的な参入は1950年代初頭の自転車補助、エンジンブームを機に、オートバイ開発に乗り出した1952年からで、ある。 さらに1955年には四輪系、自動車分野にも進出し、以後、小型オートバイと、軽自動車分野をメインに、日本の小型自動車業界での地方を築いた。創業者の鈴木道夫は120以上の特許、実用新案を取得した発明者でもあった。その名前がそのまま社名になった。ロゴの制定は1958年で、美術系の大学生に呼びかけて、 候補を募った。304点の候補の中から、手線正道のデザインが選ばれた。四輪車は、軽自動車や小型車などを主力としている。軽自動車の分野では、1973年から2006年までの34年間に、渡り、販売台数日本一を誇り、松田や日産自動車、三菱自動車工業への OEM 供給も行っている。 社団法人全国系自動車協会連合会の発表した2006年度軽四輪車新車販売台数速報によれば長年競い合ってきたダイハツ工業に1位の座を譲った。なお同社は2006年にスイフトや SX4 などの小型車の強化を表明しており生産能力確保のためには軽ナンバーワンにはこだわらず 軽生産の縮小も辞さないという姿勢を打ち出している。しかし、2014年は、同年1月に発売を開始した、クロスオーバー SUV 型のハスラーが、発売初年で104,233台と、ヒット車種となったことで、軽乗用車販売台数の大幅アップに貢献し、同協会による2014年の軽四輪車新車、販売速報では、 大発工業を2795台上回る709,083台となり8年ぶりに軽自動車年間販売台数ナンバーワンの座を奪還した2014年度における四輪車の販売台数は国内では第3位で世界では第10位新興国市場への進出に積極的で特にインド市場で強みを発揮しており インドにおける自動車年間販売シェアの54%は鈴木が占めている。2002年にインド政府との合弁会社マルチウドヨグをマルチ鈴木、インディアとして子会社化し、連結形状利益の4割を占めている。インドとハンガリーの生産拠点からは、日本国外市場向けの製造をのみならず、日本市場への逆輸入も積極的に行っている。東京商工リサーチ。 浜松支店が2016年5月18日に発表したところによると、日本国内の仕入れ先は5372社で、そのうち一時仕入れ先は1154社、二次仕入れ先は4218社で、あり、一時仕入れ先の約半数である506社が、静岡県内の企業で数としては1位を占めている。またそれとは別に、 一時仕入れ先の過半数は、資本金5000万円未満の企業である。取引銀行は、三菱 UFJ 銀行、静岡銀行、リソナ銀行である。自動車以外では、モーターサイクル、モーターボート、船外機、発電機、リース、クレジット事業、住宅、マジャール鈴木からの縁によるハンガリー産、ワイン、蜂蜜、保険の販売やカー用品事業、 ガソリンスタンド、ゴルフ場の経営なども手掛ける。これらのほとんどは関連会社の鈴木ビジネスが担当している。2020年に創立100周年を迎えた国内自動車メーカーの中でも歴史の長い名門企業である。現在の大手自動車メーカーでは珍しく、企業から現在に至るまで創業会地族が経営の中枢を担う役職を接襲している。ただし、 2000年から2008年までは創業家以外から社長が選出されており、初代社長の鈴木道夫と2015年に社長に就任した鈴木敏弘以外の創業家出身の社長はすべて無孔養子である。日産自動車とは2002年4月から MR ワゴンを日産孔として OEM 供給を開始したことを皮切りに、2007年1月には6代目アルトを日産 ピノーとして2009年12月にはパレットを、日産、ルークスとして、2013年12月には2代目、エブリーワゴン、5代目エブリー、12代目キャリーを2代目、NV100 クリッパーアリオ、NV100 クリッパー、NT100 クリッパーとしてそれぞれ OEM 供給を行っている。反対に、日産自動車から、ミニバンの日産、セレナの OEM 供給を受け、 ランディとして販売されている。三菱自動車工業とは2011年3月から3代目ソリを三菱デリカリーにとして2014年2月には2代目エブリーワゴン、5代目エブリー、12代目キャリーを2代目タウンボックス及び7代目ミニキャブ版ミニキャブトラックとしてそれぞれ OEM 供給が行われている。松田には1989年5月から 軽自動車及び軽商用車の OEM 供給を行っている。1989年10月には鈴木が乗用車用機関部品の供給を開始し、1998年10月の新規格軽乗用車の発売以降は、鈴木が松田の軽自動車全モデルを OEM 供給している。トヨタ自動車とは歴史的に縁が深く2017年には次世代のエコカーや 自動運転車の技術など幅広い分野で業務提携を結ぶことで基本合意している。2019年にはトヨタは約960億円でスズキの株式の約4.9%を取得し、スズキも480億円相当のトヨタの株式を持つ資本提携に合意。スズキがバレアノとビターラブレッツァを供給し、トヨタがインド及びアフリカ市場向けに グランザ、スターレット及びアーバンクルーザーの社名で販売する一方で、トヨタからは、ラブ 4THV とカローラツーリングスポーツの供給を受け、スズキが欧州市場を向けにアクロス及びスーエイスの社名で販売する。人と同じことはやらない。やるなら、世界一を目指すのがスズキの企業風土がある。少々軽短美。 鈴木の生産品及び生産設備に求められる指標である。二輪車の分野では1980年代に爆発的な人気となったレーサーレプリカの第1号として RG250 ガンマを発売した。50cc のレーサーミニとしてギャグを発売した。今日、特に欧州で人気の 400cc や 650cc のビッグスクーターの第1号も鈴木によって 発売された。それ以前にも 250cc のスクーターは、ホンダなどによりすでに発売されていたが、それはあくまで巨大化したスクーターとしてのみ認知されていた。それをスクーターとしては異例な 400cc の大排気量エンジンを搭載し、さらに巨大な 650cc というエンジンを乗せて、ビッグスクーターイコールプレミアムスクーターという図式を作り上げた。 これにより、ビッグスクーターは、上記の1980年代のレーサーレプリカと同じように人気となる。馬力競争にも積極的に参加し、鈴木の車種の出力が後の業界脂規制値の発端となった例も多い。例として、二輪車 250cc クラスの45馬力、同 400cc クラスの59馬力、軽自動車の64馬力、 欧州のバイクにおけるスピードリミッター装備とスピードメーターの時速 300km メモリ自粛が挙げられる。その一方でジムニーやキャリーの核にストロークエンジンを1980年代中半頃まで使用し続けたり、ケイは登場から11年間ほど発売され、ジムニーは登場から10年ほど経過した車種でありながら改良を重ねつつ生産、発売し続けたり、 ソリオは2010年にフルモデルチェンジされるまで11年間も生産、販売し、ワゴン R とスイフトは3代続いて、キープコンセプトであるなど、4輪に関しては保守的な面もある。しかし、初代ワゴン R の居住性を確保するために背を高くした、軽乗用車というコンセプトは当時は非常に革新的で、軽トールワゴンという新たなジャンルを開拓した。 また、鈴木の四輪車は、日産、セレナの OEM 供給車であるランディを除き、すべて寒冷地仕様となっている。日本国内の自動車の販売網は、鈴木店と小型車をメインに扱う、鈴木アリーナ店の2ディーラー体制であり、さらにその下に、副代理店、業販店というサブディーラーが存在している。副代理店、業販店は、町の自動車整備工場や、 中古車販売店が大部分を占めている。日本国内のサブディーラーは各地域ごとの鈴木自販会社が統括しており、日本に5万店ある業販店の中でも販売実績の多い店を副代理店としている。鈴木ではそれらサブディーラーの販売比率が7割以上を占めている。各地域ごとの 鈴木自販会社は一般顧客向けの販売と同時にサブディーラーへの卸会社としての機能も持っている。メーカー出資の子会社ディーラーは鈴木自販という社名になっているケースがほとんどである。インド市場においてはマルチ鈴木インディア主導により2015年より上級者チャンネルネクサが立ち上げられ既存のマルチ鈴木ディーラーよりも上質感と高級感を訴求し、 高価格帯車種を中心に取り扱っている。タブランドとの併売店舗の SBS と鈴木車専売店舗の鈴木ワールドの2つに分かれている。また、大阪府の自動車部品商社 SPK が一部海外販売車種の逆輸入、販売を行っており、元マップの名称で全国販売網を統括している。以下は一例である。 鈴木本社の正門前に2009年に開館した鈴木歴史館がある。入場無料だが電話、ファックス、公式サイトのいずれかで予約が必要。伝統的に世界ラリー選手権への参戦をメインとしていた。ただしリーマンショックに橋を発した世界的な経済不況により2009年に WRC から撤退。同時に鈴木四輪部門のワークスチームとして モータースポーツ活動を統括していた鈴木スポーツの株式を売却。鈴木スポーツは2011年に社名を IRD と改め独立系チームとなり、2015年に創業者である田島信弘が社長を務める株式会社田島モーターコーポレーションに吸収合併された。オンロードのレースへの参戦例は少ないが、過去には鈴木スポーツ主催のワンメイクレースとして、 フォーミュラスシュンフォーミュラスキケイを主催していたことがある。1990年代初頭には、レートンハウスとのジョイントで、フォーミュラ1への参戦も、密かに検討され、エンジンの試作まで行われたが、バブル景気崩壊という時制柄もあり、計画が中止されている。また現在では、海外においては、スズキの現地法人による、モータースポーツへの参戦も、 世界各地で行われている。鈴木モートジッピーがロードレース世界選手権に参加しているほか、オートバイ自動車用部品の開発販売を行っているチューナーレーシングチームである吉村が鈴木との関係が深い。2020年には鈴木 GSX-RR を狩るジョアン・ミルがモートジッピーのシリーズチャンピオンを獲得している。 鈴鹿8時間耐久ロードレースなどの日本国内のレースにおいては、吉村の広報支援を行う形での参戦が多い。お参照。星印は一社提供。60秒以上30秒2020年10月からは、カラー表記。テレビラジオ2012年、名古屋国税局の税務調査で2011年3月期までの2年間で、 約12億2000万円の申告漏れを指摘された。鈴木はアジアのバイク販売代理店数社に支払った販売促進費を11年3月期に計上したが、国税局は実際に支払った時期より前倒しして計上したことで利益が圧縮され法人税の支払いが減ったと判断した。また2016年には、 名古屋国税局の税務調査で2015年3月期までの2年間で契約12億円の申告漏れを指摘された。鈴木は余ったレース用のオートバイ部品について仕入れ費用を経費に計上して利益を圧縮し約3億円の所得を隠していたとされる。2016年5月三菱自動車の燃費層に伴う調査で鈴木も 松田への OEM を含む26モデルの測定を国の定める打行法で行っていなかったことが判明した。鈴木が走行抵抗データを取得する佐賀らテストコースは海の近くの丘の上にあり、風の影響を受けやすく、データの取得が天候に左右され試験が困難になるケースがあった。そのため、鈴木の担当者は、 車両開発のため風動試験室で測定した空気抵抗やタイヤの転がり抵抗など要素ごとの抵抗値を積み上げて車両全体の走行抵抗データとして公式に活用していた。そして国に提出する書類には打行法で測定した測定日、大気圧、天候、気温などの虚偽情報を記入し、かつデータを正規な方法で取得したように打行時間を偽装していた。 また、本来なら、カーライン、エンジン設計部、放棄認証部が、立ち合いのもとで、走行抵抗データを決定しなければならないが、放棄認証部は走行抵抗データの取得に、関与していなかったという。これにより、鈴木治会長兼 CEO は、CEO 職を辞任し、技術担当のホンダ副社長も、辞任となった。なおこの事件について、ツイッターでは、 鈴木の不正計測では、規定重量の3倍になる180キロの荷物を乗せて行っていた模様。社長、車は一人だけでなく家族で乗るものだから実は3人で計測してたというツイートが拡散されネットメディアも、報道、各所で鈴木を称賛する声が上がったが、実際には出マであったことが判明している。なお、国土交通省に再提出された。 正しい測定方法で取得した燃費はすべての車種で不正を行っていた時期の届け出値より向上した。問題発覚の際、5月下旬のテレビ CM については一部番組を除き PT 扱いに格下げ、6月はテレビ CM はすべて自粛しみ合わせて AC ジャパンなどの自己啓発に差し替えられて放送されていたが7月以降は テレビ CM の放映を再開した。日産自動車やスバルの完成者検査や、ハイガスにおける不正が発覚する中、2018年8月9日に、鈴木は松田山派発動機とともに会見を開き、ハイガスの抜き取り検査で、有害物質量の測定に失敗しながら、やり直しをせず有効として処理する不正を行っていたと認めた。 対象は2012年6月から18年7月に対象12,819台の自動車のうち49%に当たる6,401台でうち7割を古才工場が占めていた。また9月には鈴木単独で会見を開き同検査でデータ書き換えもあったことを認めた。実際に書き換えがあったのは古才、相良 岩田の参工場で2009年5月から今年7月に検査をして測定データが残っていた自動車18,733台のうち全体の14.6%に当たる合計2,737台。一連の不正を受けて2019年4月18日には1回あたりの台数として国内では過去最多となる約2021,500台のリコールを 国土交通省に届け出た。この中には、三菱自動車工業、日産自動車、松田の車種も含まれる。対象者は29車種。ありがとうございます。